こんにちは愛媛県八幡山市局地域農業育成室の菅原大二郎です今年も昨年度に引き続き発生 CATB を通してシトラス講座をお届けします第1回目は柑橘生産に必要な倉庫についての事例を私と地域農業育成室の菊池さんでお伝えしていきます近年高齢化などの 労力不足などにより栽培管理できなくなくる園地が増えていますこうした園地は広範園炎とならないよう地域の農業委員さんなどのマッチングにより認定農業者や青年農業者あるいは農業法人への貸借などを行っています。ということは若い人たちは面積が増え生産量も増えているということですね。 菅原君、そうなるとどうなりますか規模を拡大した農家は生産量が増え収穫が大変になると思いますはいそうですね収穫出荷にかかる労力が必然的に増えてきます収穫をする鳥子さんも増やさなければなりませんし収穫をした後も運搬などがとても大変になってきます ちなみに、雲州みかんの年間労働時間は10アールあたり180時間、つまり22.5日かかります。年間を通じていろいろな作業がありますが、収穫とそれ以降の作業、運搬、選果、出荷の労力は全体の半分程度かかっているんですよ。そんなにかかっているのですね。 それではその作業を楽にする方法はないのでしょうかはい特に運搬作業が大変になってきますがこれについては生産量が100トン規模の農家が取り入れているシステムがありますそれはフォークリフトの導入とパレット運搬システムですパレットはよく専科場で使われていますがそれを個々の農家段階でも使用するのですかはい 詳しくは後で説明しますがそのパレット運搬体系を導入するためにはどうしても大きな倉庫が必要になります今回は先進農家さんの倉庫の事例を紹介したいと思いますさてパレット運搬体系とはどんなものでしょうかはい収穫の段階からトラックに自前のパレットを用意し山から倉庫まで また倉庫から選果場まで利用して人の抱え運搬を機械で行おうというものです最近では一部の選果場でもオペレーターの方たちがいて積み下ろしをフォークリフトで行っていますそうなんですかはいみかんが入ったコンテナを倉庫まで持って帰ってフォークリフトで下ろします特に南関20号の場合は 収穫した果実を1週間から10日程度一時的に何百ものコンテナで保管します保管する際にはパレットに乗ったコンテナごとタイベック資材などで覆って乾かないようにしている場合もありますまた中盤管地帯ではデコポンを1月に収穫して貯蔵し3月以降に出荷するため貯蔵スペースが どうしても必要になりますでは保管するためにはどんな倉庫が必要なのでしょうかでは実際に最近の倉庫を紹介したいと思いますご協力いただくのは雲州みかん専業農家である川上地区の本田孝久さんです本田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて本田さん 本田さんはなぜ新しく倉庫を建てられたのですかはい生産量が増え今までは古い家を改造して倉庫として使っていたのですが間に合わなくなりまして新しく自分の未完に建てましたまずこの倉庫最近建てられる倉庫の特徴なのですが床はフラットバリアフリーにしフォークリフトやトラックが中まで入ることが 可能な点です屋根はガルバリウム鋼板で側面はスレート資材を使用していますまた限られた面積を有効に利用するためには屋根は高くしています本田さん天井まで何メートルですか天井まで5メートルから5.5メートルですこの高さがあればコンテナ4段随のパレットを3段重ねても大丈夫です パレットにコンテナを並べるときは、家では1段目を 3×3 にして、4段傘にしています。強戦出荷用は1段目を 3×2 にしています。その他に特徴はありますかはい。倉庫の中にトイレを設置しています。また、扉は引き戸でドアもつけています。海に近いため、錆びないよう、鋼材は亜鉛でコーティングしています。 その他に館内では倉庫の中に農具庫と農薬庫を設置している方もいらっしゃいますまた専科機の上はデッドスペースとなるため棚を設置してコンテナや防除用具置き場にしている方もおられますところで本田さん専科の時の導線はどういうふうになりますかトラックで満杯のコンテナを取って帰ると フォークリフトで下ろします。千かげで千かをした後は。一コンテナが二十キログラムと重く。高齢者や女性の積み込みが困難になるため。パレットにクレーンで積み込みできる装置もつけています。その後はトラックに乗せ出荷となります。倉庫内では。このように。コンテナを移動させる器具や。五段積みをトラックに乗せることができる。 リフターなども導入すると楽になります立派な倉庫を紹介していただきましたが倉庫を建てる場合の注意点などはありますか建物と合わせた敷地面積が200平米約60坪以内の場合は建築前に農業委員会へ届け出を行うと農地転用許可が不要ですまた農地にスプリンクラーが入っている場合や 建築面積などは制約がある場合がありますので建築前に確認をしなければならないでしょうまたフォークリフトを導入する場合は四十坪以上の広さは必要ではないかと思いますまた抱え運搬で最近アシストスーツが導入され始めていますこれはゴムやバネの反発力で 体の動きをサポートするものですでは菅原君に実際に来てもらいましょうお願いします、はい、菅原君どうですか作業がとても楽になりましたああいいですねアシストスーツについては現在 JA さんと連携して普及を図っています また現在柱や屋根などの鉱材が昔と比べて値上がりしているためこのような倉庫を建てる場合はとても高価格なものとなります。ですが定理の借り入資金などがありますので JA さんや八幡浜支局地域農業育成室に相談してみてください。今日紹介した内容で少しでも取り入れられる部分がある場合は 導入を検討してみてください今回は八幡浜市川上地区から倉庫の導入事例を紹介しました次回はスマート農業でドローンについて紹介したいと思います本田さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました